こんばんは。皆さんこんばんは。アップアップガールズカッコ2期のしまちゃんこと島崎ゆりやです。今日も顔がのっぺりしていたのでタイガーになりました。タイガー、ティガー、タイガーのティガーでございます。こんばんは。今日も一日お疲れ様でした。これならね、顔がねシンプルでもバレないかなって思って。顔がシンプル、顔がシンプルで、もう最近はさ、もう窓を開けるのが普通になってきてます。涼しくて涼しくてとてもねいい気候です。マリンちゃんハートありがとうございます。あ、そうだね、そう、ツイッターでもうねつぶやいてくださってた方もいらっしゃったんですけど、今日から発行されるアドマチップスイートの方にと島崎掲載させていただいております。早速初日にゲットしてくださった皆さんありがとうございます。とても嬉しいです。アドマチップもらってきたってありがとう、ありがとう。秋葉原の方でね、いろんな場所に置いてあるみたいなので、ちょっと探してもらってきて、もらってきてというかゲットしてください。熊太郎さんお祝い、マリンちゃんキュンです、ありがとう、キュンです。この間99だったから、そっか、ゆりが乗ってるのは100号なんですね。お、帰りに、仕事帰りにありがとう。あゆさんもクラッカーありがとうございます。嬉しい。秋物駅からハロショまで探しまくりでした。あ、本当に見つかんなかった、見つかったかな、見つかったか確かに駅の中でもね広いですからね、秋葉原駅って。ぜひ秋葉行く機会ありましたら探してみてください。お願いします。おめでたーい、おめでたーい。お、ハロショの下にいっぱいありました。おー、本当ですか。じゃあぜひとも、ハロショだったら末広町駅が近いですね。こんばんは。あ、ちょっとみんなにさ、一個さ、クイズしたいことがあるんですよいきなり、いきなりだけどみんなにクイズしたいことがあるんだ。お、電気屋さんとかにもあるみたいでしたって。そうなんだ。じゃあ秋葉原のやっぱり大きな建物とかがね置いてあるところが多いのかな。なになに、本気で答えてくださいねアドマチップよろしくお願いしますスイートの方に載ってるみたいです。クイズ、よりよりクイズ、ドゥルン。今ゆりの足には蚊に刺されがいくつあるでしょうか。ちょっと言い方を変えると、ゆりはいくつ足を蚊に刺されているでしょうか。一人一回までです、回答権。マジ
本気と書いてマジで挑んでください。アトレにあった、お、アトレだってありがとう。シルイルも探してみる。じゃあ一つずつ読んでいきますよ。120、ジークフリートさん、一発目からすごいぶっ飛んでますね二つくらいかな、7つ、200箇所、おお、ちょっとボケてるよみんな。4つ、3箇所、こんばんはこんばんは。7つ、2つ、6箇所、7、13箇所、あー、当てたらよりよりポイント、何ポイント、あ、7ポイントあげるよ5つ、ゆりゆりかわいい、大正解飛ばしすぎましたね、一発目から飛んでましたねじゃあね、答え言いますよ。あ、いいんですよ、マジでマジだから、マジマジ、あゆさん600、もうね、いいですねみんな、その調子だよじゃあ7箇所、なるほどね、心理戦ですね。じゃあ答え言いますよ。正解は15箇所です今嘘だと思ってる方いらっしゃいますか。嘘じゃないんですよこれがね、ゆりゆりかわいい、大正解、グボアグボア、惜しかった、そうかな惜しかったかだよね、さそりすぎだよね、ゆりもびっくりしちゃった。ちなみに B 型です。あのね、上長袖着てて下ちょっとね半ズボンだったんですよ。いや本当にでも5分10分ぐらいのね短い時間だったと思う。そんなにね長時間外に出てたわけじゃないの。びっくりしちゃった。あ、フルーツをたくさん食べたからってことかな。確かにね、確かにゆりはね血液がとても美味しいのだと思う。そう、本当にでもゆりびっくりしたんですよ。痒すぎてね、震えてました。痒すぎて、急いでね、あのうなを買ってきました。うなこはクールだっけ。でもなんかね、一箇所一箇所はなんていうの、主張してない、超ねささやかなんだけど、でもね、あのすごいんですよ。1、2、あのね、なんて言うんだろうな、多分これね一人じゃないんだよね、みんながね、ちょっとずつね分け合ったんですよ。だからちょっとね、生きていくためには、蚊の人もね、蚊の人ってめちゃ矛盾してるの、蚊もねしょうがないことだったのかなって。あ、でも割と怒りましたねそう、かゆいって言ってね、足見たらね、もうそこで刺してるからさ、やめてよって見てないとこならいいけどさ、人が見てるところでさ、人のものを盗んだりしないでしょ普通ね。そういうこと、もうね、やるなら気づかれないようにしてください、蚊の皆さんシーズンオフ間近だからかな、確かに最後の晩餐みたいな感じでね。そう考えるととても悲しいですけどい
塩をあげるから飼い犬残さないでほしいよね。わかる。なんかね、こっちはね譲ってあげてる立場だからさ、なんかせめてもの報いですよね。使い方合ってるのかね。せめてもの報いですね。あゆさん流れ星ありがとう。あ、なんかね最近動物の世界、サバンナのね YouTube かな、動画を見てて、ライオンってすごいって思ったんですよ。あの自然界つながりで話してます今。そう、ライオンってすごいんですね。こんばんは。なんかね、狩りをしてる話だったんだけど、なんかライオンってメスライオン、女の人が狩りをするんですって。普段はねそれぞれがね行動、単独行動してるらしいんだけど、狩りの時だけみんなでね団体で移動して、シマウマとかヌーとかの群れの近くに行って、こう静かに息を潜めて、ちょっとね一人になっちゃってる子供のヌーとかがいたら狩りをするらしいんですけど、虎が語ってるね。確かに、いやライオンってすごいなって本当に。そう、狩りをすることはさ、あのライオンって百獣の王って言われてるから、なんかね困ってなさそうじゃないですか。そう見えて大変な世界だっていう話を知りました。あとね、なんだっけ、ライオンじゃなくてあれはなんだ、チーター、あ、じゃあヒョウの話も見たんですよ。ヒョウはなんか2匹で行動するらしくって、そう、めっちゃ相棒みたいな感じでいいよね。そう、2匹で役割分担して狩りをして食べてって一緒に行動するらしいんだよ。すごかったよ、かっこよかった。そんなコメントすることないよね。いや、ゆりはねそれを見てねすごいなって思ったんですよ。世界は広いなって。そう、その隣でさぐーたらしてるうちの犬がいてさ、あなたはおね幸せですよって言ってあげたよ。そう、ちょっとねちゃんと狩りしてきなさいよってねえ、絶対すぐあの狩りとかできないでさ、弱い者いじめされちゃう、うちの犬は。ライオンキング見たくなってきた。いいね、ライオンキング、いいですね。なんか舞台見たいな、宝塚さんとか。絶対感動しますよね。とちょっとわからない、呼び方わからない、特定太くて確かにね、ゆりも多分サバンナの中だったら太くての方です。太くて、読み方合ってるのこれ。まあね、実際なんかね捕まえてきたら何してんのってなるけど、ふてふえてって読むんですね。あ、間違った。えてふえて。ふてじゃないね。えてふえて。一つ学べました。じゃあゆりはふえての方だ。
増えて不条理な飼い主、その通りですね。でもね、あのコナ君はミニチュアダックスフンドなんだけど、めっちゃね後ろ姿がね土の子なんですよ。なんていうの、土の子って未確認生物ユーマのね一種なんだそうなんですけど、あのネズミみたいな尻尾してるので、ちょっとね太ってきたから、すごいぺったんこ、めっちゃね土の子なんですよ。お前土の子だなって言ってやりましたよ。土の粉だな、ほんと可愛くて困っちゃいますね。みんなにも 見てもらいたいです、土の子みたいな。ちなみに土の子ってあれですか、クジラじゃない、モグラ、モグラみたいな感じですよね。想像できるでしょ。そう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 、ヘビみたいな、ちょっとねちょっと横長のヘビみたいな、横長っていうかヘビが潰れちゃったみたいな感じ。かわいいよ。本当にいるのかな、土の子って。あのラッシーじゃない、コッシーじゃなくて、ニュージーランドにいるやつ、あれもいるのかな、ネッシーだ。土の子はカエル丸のミスタートのヘビみたいなの、後ろ姿だけだったらちょっと似てる気がするよ。どこかでね出すかもしれません、コナ君。ネッシーはあれですよね、あのフィニアスとファーブっていうアニメをねちっちゃい頃見てたんですけど、それに出てきてた気がする。懐かしい、あのディズニーチャンネルとか見てました。え、ネッシーはイギリスだし、写真自体撮った人が偽物だよって暴露してる。そうなんですか。え、もうじゃあ偽物確定なんですか。普通になんかいるのかと思ってた。ああそうなんだ、じゃあただ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 噂話がね一人歩きしちゃってる感じですか。こんばんは、ありがとうございます。未確認生物の話してましたね。ユリは面白くないよ、面白いのはネッシーだよ。でも土の子はどっちでもいいや、ネッシーの方が夢がある。マリンちゃん、ユーマありがとうございます。わかんない、めっちゃ未確認生物みたいな感じだから。なんか信じてみたいよね、そういうの。ね、こないださ、空を見てさ星が出てたんですけど、すごいね UFO がいるんだよってね言ってたんですよ。家族が UFO ここら辺多いんだよってね言ってたんだけど、ゆりはねそんなのいるわけないじゃんってねすぐ否定しちゃったの。でもなんかねちょっとね空を見てて思ったんですよ、あこういうの多分信じた方が絶対楽しく生きられるんだなって思って、
ちょっと探してみました、 UFO 見れなかったけど熊太郎さん流れ星ありがとうございます。みんなはありますか、見たこと UFO なんか飛行機は普通にチカチカ光ってるやつでも普通に動いてるからわかるじゃん。 UFO はあれなんだって、シュンシュンって動くらしいですよ。連れ去られないかな、大丈夫かな、多分大丈夫だよ、仲間だって思われそう、サイズ感的に。幽霊ならそっか、それはあんまりないかな。未確認系のもの何も見たことないです、よりも一緒ですスーパーで売ってますよ UFO。 ああ美味しいよね UFO、 美味しい。でもゆりはこっち派、四角の方、なんだっけ、あーなんだっけ焼きそばね、さすがにない、この流れで見たって言っても信じてもらえる気がしない。確かになんかゆいが作っちゃってるもんね、見てない、見たことないっていう流れを。でも信じたい気持ちなんですよ。ペヤングです、そうイエス、ペヤング。お、UFO らしきものなら見たことある、いいな、なんかそういうのあれですよね、そういう人生経験してるとさワクワクするよね、ワクワクして毎日歩きたいよね。ね、宇宙人は、でももうちょっとちっちゃいか、よりもうちょっとちっちゃいか、どうなんだ、ペヤングブームみたいになってみんなが教えてくれたペヤング、ペヤング、見たことある、本当にいいな、怖かったかな、怖いかな、多分、でも多分ね、実際になんか目の前にね、あの人間以外のものを見たら怖くて固まっちゃうよね。人間以外のものっていうか自分が何か認識できないものとか、あのムカデが目の前にいただけでも固まるから、あ、それは別の話かそれは別の話か、なんかね、何かわからないものって一番怖いですよね。でもちょっと幽霊は怖いなーって思っちゃうよりあれですよね、多分小さい頃から優等生じゃなくてそういう怖い、幽霊イコール怖いっていうのをねテレビとかでね植え付けられてるんですよきっと。だからちょっと怖いなって思っちゃうよりはYouTube ですごいでかいペヤング食べてほしい、いいね、ゆり辛いの食べてみたいな、一口ぐらいは確かあるけど忘れちゃったもん。なんかね YouTube で何しようかな、なんか今たくさんさニキちゃんとかで YouTube ね出してる、出してもらってるんですけど、より何がいいかなって思って、一人で撮ってないなって最近、いや多分ね予想通りなんですよ、みんなが想像してる通りくらいの
辛いものが食べれる、食べれさなんていうの思ったより辛いの食べれるねとか、思ったより食べれないねとかじゃなくて、多分みんなが想像してる通りくらいな気がするんだよねあ、配信でも確かにね、リアルタイムで見た方が面白いかな、辛いの食べてるのって。今日思いました。見える方から言わせてもらえば、全部が羨ましい気持ちでいるわけじゃないから怖くはないよ。はい、そうなんですね。やっぱり自分たちがそういうイメージを持っちゃってるのがいけないんですね。なんか全てに対して優しく思える人でいたいですね。優しく思えるじゃない、優しい気持ちを分けてあげられる人になりたいですね。あゆうさん、流れ星ありがとうございますお久しぶり、ありがとうございます。作るところから、出来合いのものじゃダメですか。出来合いってちょっと使いたかっただけなんだけど、言葉がちょっとずつ軽くして、ちょっとずつ辛くしていくとか。はい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 。でも今激辛って最近コンビニで見ない？わかんない、見てないだけかな。ゆりが、ね、極激辛売ってたら食べてみたいですね。 YouTube といえば、ゆりあみ踊ってみた、いい選曲だったねって。あ、ありがとうございます。昨日ね、メランコリックの踊ってみたがね、出ました。あみちゃんとゆりでね、踊ってみたです。ちょっとすごい無比塗ってるんだけど、この痒さ収まらないですね。やっぱり蚊には優しくなれなかった私、ごめんね。リアミは癒されるねって、ありがとう。事故物件でベントラー言いながら余計激辛ペヤングを食べる配信をすると聞いて事故物件では食べないですよ、部屋で食べます普通のありがとう、こんばんは。攻撃されてる相手にまで優しくするのは難しい。それはそうだね、そういうことか、そうだよね相手が何をする、なんかね、悪気があってそういうことをしてるんじゃなかったら別にいいんだけど、あ、でも蚊も悪気があるわけじゃないのか難しいね。なんかね、おじいちゃんがこういうタイプなんですよおじいちゃんが虫を殺せないっていうか、虫にも優しいの。蜘蛛を潰そうとしたらかわいそうだよっていうタイプなんですよね、でも生きていくためにはね、共存できない人もいるじゃないですか。ここはね、難しいね。両方の気持ち、両方の気持ち。ゴキブリはね、ゴキちゃんはちょっと申し訳ないけど別世界の人だと思ってるわ。言う的にはね、ちょっとゴキちゃんは許せない。あ、でもそれは部屋にいた時であって、外で見たときは割とね、夜いるんですよ。家の中じゃなくて駅とか
道とか夜になると、夏を結構見たんだけど、なんかその時は平気なんだよ。わあゴキちゃんだって見てるんだけど、家に出ると別よね。いや無視できないって、無視できない、無理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 。なんか出かける前にアイロンのコンセントをつけっぱなしだったり、シャワーが水がポタポタ垂れてたり、あれと同じぐらい無視できない。ゆりはゴキちゃんは、おじいちゃんはね、わかんない。おじいちゃんのお家でね、ゴキブリで出たのはね、もうすごく前の話だから覚えてないや。そうだね、多分部屋だと逃げ場がない。そう、なんかね、同じ部屋で寝てたら自分の上を歩くかもしれないって思うじゃない。それがすごく嫌だ。街灯に集まる虫、でも近づかないから近づかないからまだ平気かな。部屋に、自分の部屋にいたらちょっとゆりは退避しますね。なんて言うんだろう、自分で退治したことはまだない、できないんですよ。そうちょっとね、でも見逃したくはないの。見逃すことはちょっとできないから、ただただ部屋の端っこで立って見張ってるそれがゆりの今の一番の最善策です。こないだ外でフォーユーしてた時に見たけど、してた前にいたけど、非常時にと思った。前にいたんですか。あ、え？それはすごいです平常心保てないゆりは。セミはまだ部屋に入ってきたことはないからわかんないな。まあ外にいたらセミだなって思うけど、寝る間際に部屋で見つけた時の絶望感、うわー夜は嫌だね。嫌ですね、それは。いいね、この夏、今年、あ、でも一昨年も行ってないや。一昨年じゃない。なんで去年超えて一昨年行ったんだ。去年も今年も部屋でゴキブリまだ見てないかも。とりあえず今年は見てないですね。わー、乗り切れそうだ、もう夏。見逃して寝てる時近くに来たらどうしようとか思う。ほんとそれなんですよね。なんか耳からゴキブリが入るとかね、聞いたことあるじゃないですか。もうちょっと無理ですね。もうそれなら私は自分の生存を選びます。めっちゃゴキちゃんの話してた都会ではGと戦えないと一人暮らしできないとか。まあそうよね。でもそうよね。ね、戦えないや、ゆりは。逃げ出すわ。クモとかムカデ、クモ、今年はクモはいたかもしれない、小さいのなら。あ、でも昔、自分の部屋ね、2階だったんだけど、すっごいね、でかいね、ムカデかな、あれは。毛虫じゃないからムカデだ。がいて、本当に怖かったです。お父さんに撮ってもらったけど、本当にね、びっくりしました。ゆりもなんか数年は見てないですね。
感謝感謝感謝でございますごめんね、あの じいさんとかね、虫さんがね苦手な方はね、ここのルームはちょっとねちょっと嫌かもしれないですね。でもまあ生きていく上でね、サバンナの話からここまでたどり着いたから、生きていくことにね必要な話かもしれない。キュキュッと合わせプレイは最強の対峙兵器対峙兵器って対峙とかけてるみたいですね。キュキュッと合わせプレイ、うちはあれだな、あれだった、ゴキジェット。でも最近は使ってないよ、だって出ないもんスズメバチの巣を駆除してもらったことある。ハチの巣か、ハチの巣ね。ハチの巣はあまりないかな、生きていく、生きてきた上で一夜見てないけど、よくわからない謎の虫、一度見た。なんだ謎の虫こんばんは、こんばんは。みんなね、そろそろ夏が終わるから、このね、虫と虫の話をするのもそろそろ終わると思います。冬はね、冬眠するから、いろいろ平和な冬が来ますよリビングで横になってて G が頭のあたりに来た時はちょっと、ちょっとね、近くにいる場合はちょっと無理ですね近くには来ないでほしいですね。あ、この間でもコウモリ見ました。あの地面にいたんですけど、その後あの福ちゃんの散歩してたら、コウモリ、あのすごい鳥みたいなのが飛んでて、何っていうか、あれなんだろうって聞いたら、コウモリだよって。コウモリ3匹ぐらい飛んでましたね。ゴンタくんさん、だるまさん、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。季節とともに虫の話も流れていく上手だ季節とともにね、そう、このね、虫の鳴き声、あの、なんだっけ、あー、あの鳴き声なんだっけ、ちなちゃんさんが上手な鳴き声、あの鳴き声もね、聞くことがなくなっちゃうんですよ。つくつくぼーつくつくぼーつくつくぼーみーよ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 みーってやつ。コウモリって特徴的な飛び方しますよね。玄関の軒先にでっかい椅子が。スズメバチの巣は怖いですね。それは駆除してもらいたいですね。ください。そして平和的に冬を迎えましょう。なになに、おいおーす、おいおーす、じー。あ、でもね、確かにね、思ったよりもつくつく帽子とは言ってないんじゃないかなってこの間じっくり聞いてみたんですよ。つくつく帽子じゃなくて、割となんかもうちょっと短めの言葉だったから、でもそっちかも、そっちかなおいおーす、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 じー
でもちょっと本当にそうやって聞きながらさ、耳を澄ましてると本当に面白いですよね。本当に面白いです。はい、ゆりは冬が好きなので、冬というか秋というか涼しいのが好きなので、夏ともお別れを告げる季節になります。あったかく過ごしてください。じゃあ最後に告知をねしたいと思います。はい、9月のツアーの話からかな。そうですね、プカ日記は9月18日から東名阪、そして千葉プラス千葉のツアーが始まります。大阪、名古屋、東京、10月から千葉、全国4カ所回らせていただきます。もうね、本当にすぐなんですよ、始まります。このねチケットの方が左下のグッズショッピングボタンから手に入れることができます。はい、こちらねセットリストとかも決まっていて、きっとねみんな楽しんでもらえると思いますので、ちょっと8月の後半動けなかった時期を乗り越えてパワーを貯めたアフガニキ、ぜひツアーで ご覧ください。ゆりも楽しみすぎて虎になっちゃった。そして9月12日ですよね、には中野サンプラザで行われる琴音の日に出演させていただきます。中野サンプラザ初めて立たせていただきます。とても楽しみなイベントです。皆さんよかったらお越しください。熊太郎さんファイト、ありがとう、頑張ります。そして今週土曜日かな、明日だ。9月11日はポートレートサイン会でございます。はい、見てじゃん。もうあるのって感じじゃない？割とね大きかったですね。ほら顔より大きい、めちゃめちゃいい感じなポートレートでございます。もうね締め切りすぎちゃってるんですけど、そうね、そのサインとかを書いてる様子を明日 YouTube チャンネルにきちゃんの方でね配信しますので、皆さんぜひコメントとかで参加してくれたら嬉しいです。あ、そうですね、もうあれですよね、あれもうさジンベエのアクキってゲットできないよね。あのあとさ、そう配信でさゆりどんなポーズしてるっけとかさ、なんかアクキの話いっぱいした時にさ見せてくれたね、かといってありがとうございます。あれまだゲットできないかな、ゆりはまだもらってないです、まだっていうかもうゲットできないかな、なんかね手に入れられたら嬉しいね。明日はジンベエ来ますか？来ないです。来ないです。でももしかしたら飽きるかもしれないから見てください。ではでは、そんな感じで最後にランキングを読んで終わりにしたいと思います。
だよねーだよねー、注文販売だった。あれ、ん、ジンベエはもうゲットできないのかな。他の楽器はゲットできるかもだけど、もらえなかったらうちの指あげますやったありがとうございますきっともらえると信じて、自分の楽器を。あれ For you、 あれ本当？そうじゃん、ナツメグの MV 明日じゃないですかね。とアップが公式のね YouTube の方で明日新曲ナツメグの MV が公開されます。皆さんよかったら一緒に見てください。プレミア公開なので。あ、まだ売ってます。あ、まだ売ってるみたいですね。え、夜の売り切れですか？本当？嬉しい、ありがとうございますで、ちな、あと For You は明日かな。ちょっと私もちゃんとチェックしたいと思います。あれ、もうこんな時間だよ。みんなごめんね、遅くなっちゃった。あと12時間、ちょっとね、ごめん、いろんな話をね、しちゃったそうね、明日はいろいろあるみたいなので、またお知らせいたします。あ、For You は日曜日ですね。ありがとうございます。あれか、中野サンプラザのね。あー、じゃあ、現地の特典会はどうなんだろう。ちょっとチェックしてみます。皆さんもよかったらチェックお願いしますそして For You、 あのライブ来れない方でもぜひぜひお気軽にお待ちしております。明日発売、なるほどですリレー配信も、おやおや、危なかったより。あれ、最近ファニコンの周り早いですね。気のせい、気のせいじゃないよね。ありがとう、ありがとう。ちょっといろいろ明日ね、お知らせとかしますねじゃあ遅くなっちゃったんですけど、そろそろ配信終わりにしたいと思います。最後にランキングを読んで終わりです。10歳の方から BB さん、ヤギ沼さん、ヒサシンさん、リュウセイさん、アイユーさん、ケイレップさん、トモさん、アンドハローさん、サミーユさん、ツキさん、おゆさん、マリーちゃん、一がトラじゃなくて熊太郎さんです。トラクマ、トラクマ、トラクマです。ありがとうございました。びっくりした月さん、くり、肌地さん、虹をありがとうございます。では皆さん素敵な夢を見てください。せーの、おつしまでした。おやすみなさーん。